では質問させていただきます。はい、今作フライゼロの出演が決まった時の気持ちをまずお聞かせください。この前にフライデスアイランドを撮ってるんですけど、フライゼロが決まって金道俊成っていう役、過去の話をやるんですけど、それがやっぱり僕が毎回毎回その作品を作る時に考えてるのが、やっぱ前の作品よりもいいものを作ろうっていうのが常にあるんで、過去の金道をどう作っていくかっていうのと、やっぱりそこにかける、じゃあ作ろうっていう思いが強くなって、まあその時はやっぱプレッシャーとかはありましたけど、やってやるぞっていう気持ちは強かったです。はい、フライゼロのパワーアップした時の見どころなどを教えて。普段からテコンドーだったり空手だったりをやってるんですけど、今回のゼロの方がデスアイランドよりあのアクションが上手くなってます。はい、筋トレだったり、まあ普段からやってるテコンドーはアクションだったり空手、あとトリッキングだったり体操、いろんなジャンルの動きを取り入れて、まあ、体作りをしていってましたね。ほぼ毎日ジムに行って筋トレしていました。僕はあの肩、胸、背中で3つに分けて週5、6でやってます。一番大変だったところはミロさんと のアクションシーンが、下がちょっとぬかるんでたりとか、そこに合わせてそのカメラに合わせてあのアクションをするっていうのが結構難しかったです。映画の中で好きなキャラクターとかは？ペ・ジョンスクですかね。理由は？理由はなんか一人だけ日本人じゃない。好きな食べ物は？大福ですかね。いいよみたいな、筋トレしてる方に向けて。大福ですかね。好きな女性のタイプはありますか？体力がある人ですか？逆にもうあの自分以上に体力がある人がやっぱ。今後の役者人生の目標はございますか？空手、テコンドーも含めてその武道をやっぱレベルアップしていきたいというのは、アクションもやっぱレベルアップ、個人的に海外にいつか行きたいなとは思ってるんで。最後に次作品に出る、やっぱその今のこの体、筋肉だったりっていうのを生かしたボディーガードみたいなっていうのをなんかちょっとやりたいなって、最後の最後でちょっと喋るみたいな。フライゼロは本当にたくさんの人が関わってくださって、でその本当に限られた時間で撮って、でその前からもっとあのいろんな方がこういう協力して、この作品のためにこの時間を割いて動いてくださって、で僕らの責任を軽い思いであのやらせていただいて撮ったあの作品です。なのでぜひたくさんの人に見ていただきたいと思います。ぜひフライゼロよろしくお願いします。Trust me.